アバンガルドシステムを搭載した UR-100N ミサイル発射の様子。アバンガルドはロシアが開発した極超音速滑空体であり、通常弾頭、または核弾頭の搭載が可能である。オブエイクト 4202U-71、または U-74 とも呼ばれる。アバンガルドは2018年3月1日にロシア連邦大統領ウラジーミル・プーチンが 年次教書演説の中で発表した6つの新型戦略兵器の一つである。UR-100N や R-36、RS-28 などの 10ICBM に搭載して発射される。発射後、搭載するスクラムジェットエンジンで加速して極超音速飛行を行う。アヴァンガルドはマッハ20以上の超高速で飛行し、あらゆるミサイル防衛システムをも回避。 突破しうる高い機動性も有する。2018年12月26日の死者は、ウラジミール・プーチン大統領の関越のもと行われた。アバンガルドは2018年末から2019年頭にかけて配備につく予定とされていた。ロシア連邦大統領、ウラジーミール・プーチンは2018年3月1日に、連邦議会での演説で、試験が完了して、 量産体制に入っていると発表した。ロシア軍もそれを認め、ロシア戦略ロケット軍司令官、セルゲイ・カラカエフ中将も、アバンガルドシステムの試験は完了しているとしている。また、プーチン大統領は演説の中で、アバンガルドは、隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力である、と述べている。2018年11月29日、 ロシア国営イタルタス通信はロシア軍産複合体筋の情報として2019年中には UR-100 ノルマル発射機を含むアバンガルドシステムが2機配備されると報じた。同筋によると2027年にはそれぞれアバンガルドシステムを搭載した UR-100N6 機を装備した2個ミサイル連隊が オレンブルクのミサイル手段に配置される予定であるが、ニコ連隊という数は最終決定ではなく国際情勢により変わり得るという。アバンガルドは最終飛行試験後の間、マッハ27にまで達して操縦するようデモンストレーションがなされてきた。ありがとうございます。